久々アトラスラジオ改め、これはあれかな、はい、これはボイスアトラスですか。ボイスアトラスかな、はい、うん、インタビュー久しぶりですね。あ、お久しぶりです。ご無沙汰しております。ちょうど1年3ヶ月ぐらい。そうですね、3、4ヶ月ぶりくらいですかね。うん、いや、その後も相変わらず朗読うまいですね。ありがとうございます。あの、お褒めいただいて光栄です。わしが思うにとかだなそう、あの、おじいさんの、おじいさんの演技が上手くなってる。はい、はい、あの、うん、なんか年寄りの声褒めてもらうことが多くてあれがうまいんだ。はい、いや、なんか上達したなと思って、ね、ありがとうございます。うん、いや、それでまあ今回久しぶりに、はい、ジョイント、まあ一年に一回ぐらいしていこう、していこうかなと思ってるんですけど、はい、やろうよというふうにお声掛けして、はい、で、まあこっちに来るタイミングでね、はい、来ていただいたんですけども、呪いのティーカップというか、ティーポットですね。ティーポット、ティーポット。なんかごく普通の、そうですね。パッと見どこにでもあるような。はい、これどうが呪いなんですか？これがですね、まずそもそも、うん、これは僕のリスナーさんから譲っていただいたティーポットなんですけれども、もともとそのデンマークで最初は、うん、購入したものになりますが、ものはいいでしょ、デンマークは。いや、でもこれがおそらくは大量生産品で、うん、デンマークのものかどうかもちょっと疑わしいんです。そうなんだ。はい。うん、2021年の夏頃なんですけれども、うん、僕宛てに一通の DM が来まして、うん、で、それが M さんという女性の方からの DM だったんですが、おー、M さん。はい。まあ、ちょっと、ある因縁の品物について、うん、お話をしたいんですが、ということで、うん、何回かに分けて、こう DM を送っていただいて、その中で徐々にお話を伺ってった、ですけれども、うんうん、まあ僕自身もこの話はその段階ですでに、うん、2000ですか21年の夏くらいの段階で生放送で、うん、DM をまあ3回に分けて紹介して、うん、で、その後1年経ってですね、うん、まとめて朗読動画にして全部で2時間くらいになってしまったんですが、うん、その動画もアップしてるんですけれども、うん、まあ、もともと、この M さんが、これを最初に見つけたのが、うん、おそらく、その、メールの内容からすると、2006年頃。2006年？はい。うん、で、2006年に、まあ、当時彼女は、旦那さんの仕事の都合でデンマークに、うん、行っていて、で、うん、生まれたばかりのお子さんと3人で暮らしてらっしゃったそうです。うん、はいはいはい、で、まあ、当然、そのデンマークのコペンハーゲンではなくて、ちょっと、北方の田舎町に住んでらっしゃったこともあって、うん、周りにまあ日本人の友達が全然いない状態だったそうなんです、最初は。うん、ところが、ある時その、たまたま友人のまあ紹介で、日本人の同い年くらいの子供のいるお母さんと知り合いになって、うん、まあ、そのお母さんと一緒にリサイクルショップ巡りをしてたらしいんですね。うん、で、そのデンマークの、うん、教会の近くにあるリサイクルショップに、うん、まあ一緒に行った時にですね、うん、店内からなんか泣き声が聞こえてきたそうなんです。泣き声？男の人がむせび泣いてるみたいな声が聞こえてきて、で、なんだろうと思って奥の方から聞こえてきたので、うん、奥に行ってみたら、うん、このティーポットがあって、うん、このティーポットがむせび泣くような中年男性の声で泣いてたらしいんです。これが泣いたの？これが泣いてたらしいんですよ。昼間に。で、それを見て、うん、なんだか知らないけれども、ものすごくかわいそうな気持ちになったそうなんです。なるほど。暴れそうな、ものすごく、うん。で、こうずっと気になって見てたそうなんですが、うん、結局、その日は、まあ、途中で、外に、うん、なんかデンマークは、ベビーカーの中に子供入れたまま外に止めておくっていう風習があるらしくって、うん、で、外にお子さんを置いてたんですけど、お子さんが泣き出してですね。うん、で、結局、まあその日はこれを買わずに帰ってしまって、うん、で、帰った後もどうしてもなんだかこれが欲しくなってしまって、うん、で、電話をかけたそうなんですね、翌日。うん、リサイクルショップの電話番号を調べて。うんうん、そしたら、その、リサイクルショップの、こう、店員さん曰く、うん、翌日あなたた、前日あなたたちが来たちょっと後にこれは売れてしまったよって言われたそうなんですよ。なるほどね。で、すごいショックを受けて、うん、で、ショックを受けたんですが、なぜかそこで執着がふっと消えて、うん、そのまま、
3年間くらいすっかり忘れてたらしいんですね、このことを。うんうん、で、いざもう3年経って日本に帰るってなって、うん、日本に帰ってさらに1年くらい経った時に、うん、急にこのポットのことを思い出して、うん、どうしてもこれが欲しくなったらしいんです、また。日本にいながら日本にいながら。で、デンマークに行って探すために、こうなんか夕方の成田発のデン、あ、朝の成田発のデンマーク行きだったら、日付的には当日の夕方には着けるから、土日を使って帰ってくることができるんじゃないかとか、そんなことまで考えてたらしいんですが、まあちょっとそこで、そのママ友だった A さんっていう方を思い出して、で、連絡をしたらしいんですよ、ダメ元で。探してもらえないかと。そしたら、その、A さんも一緒に、で、その巡ってた時にリサイクルショップを、このティーポットにすごい執着してる姿を見てて、なんだろうってことで、記憶に残ってたらしいんですね、奇跡的に。なるほど。それで、まあ、あるかどうかわからないけど、探しに行くねって言ってくれたらしいんですよ。いい人ですね。そうなんです。ただ、その時も、ちょっと、こう、本当のこと話したら、絶対におかしい人だって思われてしまうので、まあまあ、そうだね。ですよね。あの、泣いてるポットがあって、なんだか知らないけど、そのポットがどうしても欲しくなったから、取りに行って。泣いてるところは A さんは一緒に聞いてないんだ。聞いてないんです。A さんには聞こえなかったみたいです。近くにいても聞こえなかった。なるほどね。うん、で、まあ、口から出まかせ、半分口から出まかせで、まあ、今日本では北欧のものがすごくブームになってて、北欧では何でもないものでも日本ではすごい貴重で高価なんだよっていう話をして、で、このティーポットを探してもらうっていうことになって、じゃあ一週間後にまた電話してねってことになって、で、電話をしたらしいんですよ、一週間後に。そしたらなかったって言われたそうなんですね、スカイプで。で、ちょうどあっちがお昼の時間で電話をしたらしいんですが、いや、ごめんなさい、なかった。っていうふうに言われて、あ、そうなんだって思ってたんですが、その電話の背後からずっと、なんかおもちゃが喋ってるみたいな声が聞こえるらしいんですよ。おもちゃが喋ってる？トイストーリーですか？そう、だからなんか、それこそ、その、なんか声の出るおもちゃってあるじゃないですか。変な音で、はい。で、あの声の出るおもちゃの音かなってずっと思ってたらしいんですよ。はい、俺がミッキーとか言って。そうそうそう、そういうやつかなと思って、で、なんか、そう思ってたけど、まあ、おもちゃが鳴ってるのとも聞けないんで、そのままにしてたら、ちょうど話してる最中に、あっちの息子さんが帰ってきたらしいんですね。まだ、その幼稚園に通ってるくらいのね。で、その子が、なんか、家の前の公園でソリで遊びたいから、ソリ出してってお願いして、で、そのお母さんが、まあ、スカイプみたいな、あの、テレビ電話で電話してたんですけど、画面の前からいなくなる。で、代わりにその子が現れて、で、あの、何歳になったのとかいう話を最初してて、まだ4歳だったかな、その子が。4歳だったんですが、最近いいおもちゃ買ってもらったの、なんか音が鳴ってるけどって聞いたらしいんですよ。飛行機のおもちゃかなんか買ってもらったの。そしたら、その子がすごいつまらなそうに、まあ、日本人とドイツ人のハーフなんで、ちょっと日本語もわかるんですけど、夜間って言ったらしいんですよ、日本語で。で、何って聞いたら、もうちょっと拉致が開かないと思ったのか、こう、パソコンの裏から、袋を、紙袋を取り出して、その中からこれを出したらしいんですよ。だから見つけてたんですよね。A さんは。だけど、貴重なものだって言っちゃったから、おそらく A さんとしては、そんな貴重なものをせっかく見つけたのにあげるのはちょっともったいないなってなって、黙ってたんだと思うんですよ。なるほどね。で、まあ、ちょうどそこに A さん戻ってきて、すぐにこれ隠されちゃって、で、まあ、バレたかバレてないかみたいな感じになって、で、ちょっと気まずくなって、あっちからも連絡がなくなったらしいんですね。ごめんね、また後でね、みたいなこと言って。で、しばらくまあ連絡がなかったんですが、半年後に、急にデンマーク行きが決まったらしいんですね。デンマーク旅行が。M さんたちが。で、デンマーク旅行に行った時に、まあ、その A さんのことが気になったので、A さんのところに行ってみたそうなんですよ。昔住んでた町だし。で、A さんの住んでたアパートに行ったら、もう表札というか、そのメールボックスのところの名前が違う人の名前になってて、で、実際にその部屋に行って訪ねてみると、アラブ系の女性がいて、もうこの家は買って、前に住んでた日本人はどこかに出てったと、いうふうに言われたと。で、共通の知り合いに話を聞いてみたら、まあ、一言で言って一家離散していて、で、病気になってたそうなんですね。その、
A さんっていう人、うん、でその A さんはですね、日本人の方なんですが、うん、なんか癌になってしまったそうで、あ、それで手術自体はうまくいったんだけど、自然療法を受けるためにネパールに行くとかいう話になって、うん、なんかそれもすごい妙な話です。妙な話だね。で、うん、ネパールに行って、うん、で、その、息子さんはコペンハーゲンのおばあちゃんの家かな。で、うん、旦那さんはドイツに戻ったかなんかで、うん、みんなバラバラなところに生活するようになったんですね。うん、で、その時に、ふと、あの時、このティーポットが何て言ってたのかを、うん、M さん思い出したらしいんですよ。うん、でそれは、ポットがちょうど紙袋から出された時にはっきり聞こえたらしいんですが、うん、デンマーク語で、うん、来世、来世、ご来世って言ってたらしいんです。どういう意味ですか？旅を、旅を、良い旅をっていう意味らしいです。へぇー。で、旅を、旅を、良い旅をってずーっとおもちゃみたいな音声で、ポットが喋ってた。で、あの声をずーっと聞き続けてたから、うん、あの一家はみんな旅に出ちゃったんじゃないかって思ったらしいんですね。なるほど。で、まあそれだけで、その時はまあもちろんリサイクルショップにも行ったりしたんですが、当然このティーポットの行方は分からず、うん、その時ベルグラスっていうグラスをなんかわざわざこう遠いところから訪ねてきてくれた人のためにって言って店主がくれたらしいんですね、うん、あのお酒を飲む用のちっちゃなグラス、綺麗なグラスを、うん、でそれだけ持ってまあ日本に帰国したんですが、うん、まあこれの行方も分からないし、うん、A さんとも連絡がつかないっていう状況だ、うんうん、ところがその帰国してまた2年くらい経った時に、うん、とある港町で、うん、まあ首都圏の大きな港町で、うん、そのこうふらふら歩いてる時にですね、うん、リサイクルショップの目の前のところになんか見切り品みたいな棚がいっぱい、あ、物がいっぱい売ってあるこうワゴンみたいなのがあって、うんうん、そこに自分がデンマークでもらったのと同じ、うん、ベルグラスがあるのを見つけたらしいんですよ。で、あ、これうちのやつとペアのやつじゃないかなと思って、うん、手に取って、うん、これを買おうと思って、うん、中に入ったら、うん、シッ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 って、うん、あの外国の人がよく人呼ぶときにシッシッってやるじゃないですか。 はい、あの声が聞こえてきたそうなんですよ、うん、えっと思って、うん、まあちょっとこう言い方悪いんですが、その港町は結構その路上生活をしている人とかも多いんで、うん、あのもしかすると邪魔になってるのかなと思ってふっと周りを見てみたら、うん、棚にこれがあったらしいんですよ。全く同じものですか？全く同じものが。どういう経由でそこに流れ着いたんですか？おそらくはその M さんの話だと、うん、その A さんはその港町出身だったらしいんですよ。だから、うん、療養するために、うん、こうネパールへ行く前に一時帰国して、うん、その時に必要な荷物だけ持ってそれ以外のものは全部置いてきたんじゃないか、うん、で、まあ、何かの理由でもうこれは手放すことにして、うん、親御さんかご本人か分かりませんが、うん、でリサイクルショップに売ったんじゃないかっていうんです、うん、でまあそういう紆余曲折があって結局当初の出会いから7年くらい経ってようやくこれを手に入れて、うん、で手に入れたはいいけど手に入れた瞬間やっぱり怖くなったそうなんですね、うん、不気味だし、うん、で、まあ経緯も経緯なので、うん、ちょっと奇妙に思って怖くなって、うん、で新幹線で2時間くらいかかる、うん、義理の実家のご両親の、うん、まあいるですね、うん、あの家の近くに納屋があるらしいんですが、そこに倉庫みたいなところにデンマークから持ち帰った荷物とか全部入れてたらしいんですよ、うん、でそこに置こうと思って、うん、でそこにこれ持ってったらしいんですね、うん、でまあもちろん義理のお父さんとかびっくりしたんですが、うん、なんか必要なものがあってとか適当なことを言ってごまかして、うん、でこれを倉庫に置いて、うん、でその倉庫に置いた時についでにその航海の安全のためって言ってその現地の、まあ、日本人の方らしいんですけど、元船乗りの人がくれた魔女の手っていう白樺みたいな形の木を、こう、魔除けだって言ってくれたので、その魔除けのやつをこれの上に吊り下げて、だからなんかちょっと儀式みたいな感じになっちゃってるんですけど、それで家に帰ったらしいんですよ。そしたら、なぜかその日からすっぱりこれのことを忘れてしまって、全く執着どころか思い出しもしないまま5年くらい経って、で、その5年後、だから2018年とかになってるんですけど、2018年頃にまたデンマークに行くときに、これを持って帰ろうって思ったらしいんですが、
なんかたまたま取りに行ったら蓋が外れちゃってどっかに転がっていっちゃったらしいんですね、うん、でもうちょっと蓋がないやつとか買い取ってもらえないから、うん、まあこれ持って帰るの諦めて、うん、でデンマークに行ったらしいんですけど、その時はもう全然これが欲しいとかなくて、いろいろとその当時お世話になった人に挨拶に行ったらしいんですが、うん、まあ、結構軒並みみんな亡くなってて、魔女の手をくれた船乗りさんも亡くなってて、うん、これを売っていたリサイクルショップの、まあ、店主だったおじいさんも亡くなってたらしいんですね、うん、で、まあ、息子さん曰くそのベルグラスをもらったからお礼に来たんだっていうことを言ったら、うん、その地方の迷信らしいんですが、うん、ちょうどそのやってきた日に教会で葬儀やってたらしいんですよ。うん、でリサイクルショップって言っても遺品専門のリサイクルショップらしくって、うん、でまあ葬儀があった日に遺品専門のリサイクルショップに来るって、うん、掘り出し物が欲しいちょっと心根のやましい人が来ると、うん、だから、うん、あんまりそういう人に関わっちゃいけないっていう迷信というか考え方があるらしくって、うんうん、でもう二度と会わないようにっていう意味でペアグラスの片方をあげたらしいんですよね、うん、おじいさんは、うん、で実は同じようなことがその少し前にもあって、うん、その時も東洋人がやってきて、うん、葬儀の日に、うん、で物を買ってったからその人にもプレゼントだって言ってペアグラスあげたんだ、うん、で多分それが A さんじゃないかって M さん思ったらしいんですよ、うん、ああなるほどね、うん、で結局そのペアグラスと、うん、そのじゃあもしかしたらあれは似てると思ったけど本当に一対のものだったのかもしれないと思って、うん、で帰ってみて調べてみたらやっぱりどう見ても同じものだった。で後で写真見せてもらったんですけど、うん、確かに同じもので、うん、でこれも倉庫に入れてあったのをまあ持ってきて執着も全部なくなっていたので、うん、ペアグラスと一緒に家の中に飾ってたらしいんですね、うん、そしたらまあこういろいろと妙なことというか、うん、変なことが起き始めて、うん、細かくはいろいろあるんですが、うん、すごく簡単に言うと、うん、まずこれを持ってる人は結構ラッキーな目に最初会うんですよ、うん、で例えばその倉庫に置いてた時、義理の実家の倉庫に置いてた時、うん、周りは空き地で何にもなかったらしいんですね、うん、だけどなんかその大きな商業施設が建ってその周りが急に栄え出してで倉庫の周りの空き地も駐車場として貸し出して結構義理の実家が潤ったらしいんです、うん、なるほど。で人雇ってその駐車場の管理を任せたりしてたんですが、うん、やがてこれを持ってる人は不幸になるんですよ、うん、でまずその駐車場の管理をしてた人が、うん、そのまあ最初は老後の小遣い稼ぎにちょうどいいくらいでやってたんですが、うん、徐々にその駐車場の利用マナーが悪いって言って、うん、結構悪態をつきながら、うん、駐車場の管理とか掃除をするようになったらしいんですね、うん、そしたらこう半年くらいして、うん、口の中が苦いって言って病院で検査したら、うん、舌がんで舌を取る羽目になっちゃった。あで義理のお父さんとお母さんもがんになってしまった。あで、今度は家に持ち帰ってきたら、うん、家の中でも時々まあこれが喋ったりとか声が聞こえたりする、うん、だけどそれは M さんにしか聞こえないんですけど、うん、まあ、とにかく悪い言葉に反応するらしいんですね、うん、M さんの旦那さんが、うん、まあ、M さんがちょっと騙されるというか、うん、こう仕事関係の相手になんか嫌な目に遭うことがあって、うん、その人のことを結構普段はそんな悪口とか言わないのに結構口汚く罵って、うん、それで面の皮が厚いってデンマーク語でなんて言うんだろうな、うん、分厚い皮膚には針を刺しても届かないとかそういう言い方かなってデンマーク語で言ったらしいんです、うん、そしたらなんかこれがフッって笑うようなお声を出したと。へー。でしばらくしたらその人が交通事故で顔面にものすごい怪我を負ったとか。でまあ最初はでもそういう自分たちには直接の被害はないし旦那さんの仕事は順調だし、うん、息子さんもまあ結構な進学校行って受験でうまくいったりしていたんですが、うん、ちょうどコロナ禍が始まる頃くらいに、うん、まあ旦那さんが仕事が結構厳しくなったのか、うん、家に帰らないでその職場に泊まることが多くなって、うん、でまあちょっと夫婦関係が悪化して、うん、
で、息子さんも引きこもりみたいになっちゃって、うん、もう全然学校にも行かなくなってしまった、うん、でまあ結構疲れてる時にこれが原因じゃないかと思うようになって、うん、これを手放したくって、うん、いろんな会談会に行ったりして渡そうかとか、うん、連絡を取ってみたりしたらしいんですよ、うん、何人かの人に、うん、だけど連絡が急につかなくなっちゃったり、うん、そのあげようとしてた人が病気になっちゃったりとか、うん、そういうのがあって手放せなくって、うん、でそのままどういうわけかっていうか、まあそういうふうに書いてあったんですけど、その階段とかを聞く中で僕の階段朗読を聞いて、うん、でリビングでこれをリビングに置いてたらしいんですが、ずっと僕の階段朗読を千時間とか何千時間とか流してたらしいんです。ずーっと、うん、ずーっと流してて、でまあ日本語を覚えさせようとしてたのかもしれないんですけど、それで僕に受け取ってもらえないかっていうメールが来た。そういう経緯で受け取ってくれと。でもう、うん、そのちょっと家族の関係とかで疲れ切っていて、うん、もう自分はどうしようもないから、うん、そのこれをもらってくれる人を探していて、うん、あなたなら適任じゃないかっていうことで、うん、まあ譲ってもらったっていうのが最初の経緯なんです。そういう経緯で僕の手元に来たって感じですね。ね、じゃあご自分で持っててなんか不吉なことがあったんですか？まあ、それがですね、いろいろあったんです。で、まあ、そういう経緯でもらったんですけど、結構、その、3回に分けて来た DM を紹介するところで、かなり、まあ、なんていうんですかね、反響があってですね、うん、実際に、まあ、面白いっていう話とか、あんまり聞いたことのないタイプの話なので、うん、みんな興味を持っていろいろ聞いてくれて、で、これがまあ仮に呪われたポットだとして、なんでこれ呪われてんのっていう話なんですよね。うん、だって見たところただのポットだし、うん、なんかまがまがしい、言われていたような雰囲気もないので、うん、なんでこれがそもそも呪われたポットなのっていう話になったんです。うんうん、で、まあ、そんな感じで、こう、いろいろと話していたりとか、で、僕も、まあ、調子に乗ってというか、その、生配信したりとか、録音したりするブースの、マイクをここに置いて、うん、手前側に僕、で、うん、奥側にこれを置いて、うん、で、マイクの設定を両方から音が入るようにしてたんです。ああ、なるほど。で、だからもしこいつがなんか喋ったら、マイクが拾ってくれると。うん、いう風に言って始めたら、うん、そこからしばらく生放送中に声が聞こえるとか、うん、ため息が聞こえるとか、はあ、そういう書き込みがめちゃくちゃ増えたんですよ。はあ、で、配信してるときはこう、ヘッドセットというか、まあ、ヘッドホンしてるので、うん、僕自身には聞こえてないんですが、うん、そういう書き込みがあって、後で確認すると、まあ、確かにかすかに音が聞こえることもあれば、うん、全く何も聞こえないこともあって、ラジオに参加してたのかな？そう、ラジオに参加してたんじゃないかっていう話なんですよね。うん、で、それだけじゃなくて、その、まあ、実際に変な体験をしたっていう人からも DM が来るようになって、うん、まあ、中には結構な。聞いてただけなのに？そう、なんです。ただ、その聞いてただけなんですけど、うん、ちょっとある一つポイントがあって、うん、さっきの来世号っていう言葉が、なんか耳に残っちゃって、日常生活で繰り返してたらしいんですね。うん、で、それも、アナと雪の女王の、リズムに乗せて、来世号、来世号って歌ってたらしいんですよ。あんまりいい趣味とは言えない。そう、あんまりいい趣味とは言えない。で、それをやってたら、最初ラッキーがあったんですね、その人も。うん、なんか、塾講師やってたそうなんですけど、うん、まあ、ひどい労働環境だったところから、うん、いい労働環境に移ることができるみたいな話をもらったり、うん、その義理のおじ、あ、義理のおじさんじゃない、実のおじさんから、その、生前贈与で、うん、お前が、その、これから独立する気があるんだったら、資金援助くらいしてやれるぞ、みたいな感じで、100万もらったりとか、うん、あとなんか、こう、お店に行ったら、ちょうどあなたが10万人目のお客さんですとか、聞いてたチャンネルでまだ登録してないなと思って登録したらちょうど10万人目だったとか、うん、そういうなんか
構細かい幸運がいくつもあって、うん、で、すごいラッキーだなと思ってたら、その、新しい教室に挨拶に行った時に、うん、給湯室で、なんか、ありえないことなんですけど、熱いお湯かなんかひっくり返して、うん、お尻に大きな火傷を負っちゃって、うん、で、しかも治りが悪くて全然座れないとかいう状況になって、うん、で、その後、こう、頻繁に家の中で声を聞くようになったらしいんです。うん、それが、その、放送の時にも聞いてた、これの声じゃないかと。お女の子っぽい声が聞こえる。で、変な夢も見るようになって、で、最終的にはなんか左目になんか、熱い油かなんかが入っちゃって、うん、眼圧が高くなって失明寸前みたいなのも来て、うん、で、まあ、結構不幸が続いてるっていうか、なんか影響が出るようにもなっていて、これは、うん、結構な、あの、パワープレイを仕掛けてきてたんですけど、うん、僕自身にも、その、これが来てから、部屋の中で、ま、変な声が聞こえるとかっていうのは、たまーにあったんですよ。部屋の中で？部屋の中で。こいつが喋ってるのか？どうか。まあ、もしくはこいつの中にいた何かが喋ってるのかもしれないんですが、うん、それが不思議なことに、その、M さんの DM だと、最初は中年男性の声。うん、で、次は、おもちゃみたいな声、うん。で、その後は子供のような声って言うんですけど、うん、性別はわかんないんですよね、うん。だけど、その部屋で僕が聞いてたのは全部女の子の声だったんです、最初。うん、小さい女の子の声で、最初は、ふっとか、はっとか、そんな感じの声で、うん、気のせいくらいの感じだったんですけど、うん、ある日夜、ぐっすり寝てる時に、うん、耳元で、うん、ねえ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 って話しかけられたんですよ。で、びっくりして飛び起きて、と思って、誰もいるはずがないのに、うん、耳元で急に話しかけられて、うん、もちろん周り見たけど何もいなくて、うん、何これ？で、まあ、これはブースに置きっぱなしなんで、ちょっと離れたところにあるんですけど、うん、まさかこれじゃないよなって思ってたんですよね。うん、で、そう思ってると、また、そのメールが来て、DM が来て、うん、で、DM の人も、女の子の声が聞こえたって言うんですよ。うん、で、僕、女の子の声が聞こえた話してないんですね。うん、生放送で、うん。なので、ポットの声が女の子の声って連想するはずがないので、うん、なんで女の子の声って分かったんだろうっていうのがちょっと不気味だったんですよね。その後も聞こえてるんですか？その後しばらく女の子の声はだんだん普通の女性の声になってったんですよ。うん、成長して。で、やっぱりこれも夜中に、こう、寝入り花とかじゃなくて寝てる時に、うん、話しかけられたんですよね。僕の本名の下の名前の方をもじって、うん、なんとかちゃんって呼ばれたんですよ。で、それって例えばそのまあ交際相手とかが恋人に呼びかけるような感じの呼び方で、うん、僕もこう寝ながら何って答えたんですよ、うん。誰かに話しかけられたと思って何って答えたら、であれ誰もいるわけないと思って、うん、起きて見てみたらやっぱり誰もいなくて、うん、もしかするとこれじゃないかっていう感じでした。で、そうこうしてるうちに、うん、生放送中に笑い声が入ったんですよ。笑い声が。その、実際にちょっと撮ってあって、後でお聞かせすることもできるんですが、うん、ふふっていう、なんか、失笑しちゃったっていうか、笑いが思わず漏れちゃったみたいな声が聞こえてきて、うん、まぁ、ちょっと山口先生にもそれが、まあ、どういうものなのかというのをちょっと聞いていただきたいなと思うんですが、うん、でそういうことがあって、うん、まあ、いよいよこいつの正体なんだっていうので、うん、まあ、ちょうど、その、最初に DM が届いた1年後くらいにまとめの、今の経緯も全部含めて、まとめの動画を作って、で、最後にその笑い声を入れて、で、まあ、ちょうど丸3周年の生放送をやるんで、その時に、うん、こいつの中にいるやつの正体は何かっていうのを、うん、みんなで考察しませんかっていうふうに声をかけたら結構いっぱい、うん、お便りが来て、うん、で、考察大会になったんですけど、ちょっとその前に、その笑い声、本当に一瞬だけのやつなんで、うん、